はい、今日はですね、アート引っ越しセンターからのようやく新しい家にね、家具とかが、運び込まれたんで、早速 3D プリンターの状況確認をしていきたいと思います。本当に搬出の時はどうなっちゃうかなと思ったんですけど、どうなっちゃったかをね、ご覧いただきたいと思います。でですね、結論から言うと多分全部大丈夫 お兄さんに結構何回も言ったんですよね。上積み絶対しないでくださいって言って、で多分、積んだ後にすぐに詰め替えてもらったから、多分、特に被害もなかったかなと思うんですけど、でもそうは言っても被害はあんな 歪んでんぞ、お前 いいや、もう。多少ね、多少歪んでるところあると思いますよ。多少歪んじゃいけないんだけどさ。多分アルミプロファイルが歪んでるってことは多分ないから、多分ね。で、こいつは大丈夫。ボロンゼロちゃんは、もう、組み終わってもないけど、こいつは段ボールにちゃんと入れられてたんで大丈夫なんですけど、問題は他の、この門がたきたちですよね。ちょっと今じゃわかんないんですけど、ちょっと心配なのはね、こいつら積み上げられてたんで、ベッドが 歪んでんじゃないかなっていうのはちょっと心配かな。そんな平行度超大事なものを作っているわけじゃないんで、最悪ここだけ変えればいいですけど、ちょっとね、そこだけが心配。特にこいつもね、このどでかい板切れがよ。こいつ300あんだっけな、ボリューム。そう、300くらいあるんでね、ちょっと歪んでると、しかもこいつ 3D タッチ入れるのめんどくさいから、どうなんだろうねっていう感じですね。今回の一番大事だったね、プリセットボットくんは、見る限り大丈夫そうです。で、下のね、エレクトロニクスベイは、一応くるくるで巻いてたし、この大事なやつらはね。で、ボードも外してたんで、特に被害はなく、今こっから見る限りだと被害はなくって感じですね。で、問題のキュリーちゃんは、お？ことは何でお前外れてんだよ。今気づいたよ。なんでお前よ、やってくれたな。治ったぜ。治ったっていうのかな。ここはね、ただのエクステリアなんでね、いいでしょう。いいってことにしてあげますよ、アートさん。優しいからね、俺。で、アフターバーナーは生きてるんで、こっちから積んだってことかな。じゃなきゃこうへこまない。それか持ち運びの時バコッてあったか。一応こっちの外のね、電源類もくっついてるんで、ほんと、どう無理くり積んだんだよって感じですけどね。アフターバーナーも生きてるし、こいつ死んでたらちょっとマジでちょっとあれだったけど、でも見た目はね、見た目は大丈夫そうです。見た目はベッドが多分勝手に下がっちゃってるのは、自分がここをね、固定療法してなかったから、カタカタして前側に落ちてったのかなっていう感じですね。本当にあとはベッドが歪んでなければいいんですけど。で、これね、フォロワーさんがアドバイスしてくれた、タイラップ、インシュロック、結束バンド、結束帯、全部言わないと多分戦争になりそうなんで全部言いますけど、これでね、可動部固定しておくといいですよって言われたんで、ファンも死んでないよな。フィンがなくなってるとかないよな。あるある。こうやって可動部固定しといたのが、ちょっとは良かったのかなと、今回は。でも今回ベッド固定しとけばよかったなとも思ったんですけどね。ベッドが本当歪んでたらさ、その時はもう本当、もうそれはもう変えるしかないかな。そこはね、割り切るしかないかな。でも、案外引っ越し業者に任せても、無事に来るということが分かりました。ピース。だね。新しい家に来て、どこに何を置くかとか決めてないんですけど、プリンターたちではね、どこに置こうかなと思って、
ここいい感じのくぼみなんですけど、多分どうだろうな、机をどこに置くのがいいんだろう、わかんなくなってきた。まあここにプリンター積んでもいいんだけど、でもプリンターでかいのにこういったら埋まっちゃうしなみたいな。なんでスチールラックをこのね、どっか後ろの方を立てて、でここは普通に机を置いて、まあ置いてもボロンゼロくらいかなっていう。ただっ広いからね、逆にどこに何置けばいいか分かんなくなっちゃったっていう、そんな感じです。ではまた近々セットアップができたら、なんかね、今まで一回も多分撮ってないであろう我が家の紹介みたいな動画撮ろうと思うんで、そうですね、別にいい動画じゃないですけど、高評価と適当なコメントとチャンネル登録